はい、こんにちは、今日は緊急夢応援チャンネルを行いたいと思います。どうぞ。今日のスペシャルゲストは先ほど知り合いましたりんちゃんです。こんにちは。こんにちは。りんちゃんおいくつですか？22歳。もっと若く見えるね。22も若いけど、うん、ちなみにりんちゃんはどこの国の方ですか？ベトナムから。あ、ベトナムから。全然ベトナムって言われないよね。日本に来てどれだけですか？もう3年目になってます。じゃあタムちゃんと同じぐらいだ。そうなんです。うまいね、日本語ね。そんなことないです。日本語学んでから来たの？1年間お勉強して日本に来ました。日本語やっぱ難しいですね。漢字とか。あ、漢字とかね。でも今結構読めたり書けたり。もう慣れました。すごい。すごいな。食べながら全然いいです。はい。一応、まあ時間もあれなんで、夢応援チャンネルということでやってるんですけど、なんか夢とかな、やりたいこととか、はい、なんか日本であるんですか？まずは日本の国家試験受かってって仕事を変えて行きたいと思います。何関係かはちょっと今はあんまり言えない感じ。言わない感じ。その時はちょっとはっきり言えないですね。なるほどなるほど。はい。日本にほら3年目ですよ。なんかほら好きなところとか、はい、この日本の食べ物美味しいなみたいなのってあります？今アイス食べてますけど。美味しいものって多分。あ、寿司ね。やっぱお寿司を、ネタは何が一番好きですか、お寿司で？サーモンとか。お、サーモン。生エビとか。お、生エビ。ベトナムですもんね。ベトナムはそうお寿司ってない？生の魚って食べ、まあ、食べない。食べないですよね。なんか食べないイメージですもん。日本しかない。日本しかない。そっか。あとはじゃあ石川県に来てる、なんかどっか行って楽しかったところありますか？それで終わりますから。まあどこかな、20世紀美術館。あ、これいいですよね。面白いこといっぱいね、いろんな作品があって。わかりました。そうした。最後挨拶。はい。ということで今日はね、急遽リンさんに、リンちゃんに、はい、出ていただきました。これからも応援してますので、はい、また来られたら出てください。ありがとうございました。はい、今日は急に出ていただいて、ま、お願いします。はい、ありがとうございます。口紅。